真ん中だからかな。そうだわ、車の中15度だけど、さっき外11度って出てたの。あったかいけど足冷たいだからキンキンだ。なんとか年季だわ。なんとか年季だから。たかだか数日引きこもっていただけでこんなに春が来てるなと思わなかった。ああそう。だってうちの前の街路樹だってまだ裸だけど、こっちもそうだね、うん、この辺暖かいのかな、地域的。お腹減った。白紙か行ってみるお粥だよ、うん、腹ごなしになる。だって大した量じゃないでしょきっと。いやいや、お粥食べたらもうご飯だよそれが。水で薄められてるでしょ。いや、道民なのに。何した？神宮なんか来るの人生で2回目ぐらいじゃないか。俺も公園に来たぐらいだ。公園なんか来たことある？公園ね、花見に一回昼間来てるんだよね。その時はまだ焼肉やれてたんですよ。さすがに今はね、うん、やっぱ担当カボを持ってこないとダメだ。あ、いや、風強い。ノリノリだし。え？ノリノリでしょ。そうだかい。お、YouTuber。負けたな。YouTuber に会うとはね。咲いてる。わあ、桜咲いてる。なんか YouTuber ばっかりなんだけど。じゃあ大丈夫でしょ。やっぱりあの、これあった方が良かったんじゃない。そうだね。あ、なんか屋台出てる。行ってこよう。あれ右。もう開いてるから。これさりげなく雪残ってんじゃん。本当だ。ね。くっとつうち。あ、裏返しになってる。チーズドッグ。くっとつうちって呼んでた。山こんぶ。山こんぶ。あ、いや、これは梅だよね。ね。うん。断然梅だわ。なんかめっちゃ垂れてる。うん、美味しい。美味しい。うん、うまっ、うん、焦げのカリカリがいいよな、うんうん、食べる、うん、氷なし派だもんね。ああ、
これと、うん、これがのせいで1人1000円ぐらい高いんだよ。これでいいんだ。じゃあいただきます。はい、うん、私ミントと、水だね。うん、これカオマンガイ、これガパオライス。ああ、ローストビーフの他になんかローストポークみたいなのもあって。本当はね、色違いだよね。あ、俺も後で頼んだけど美味しいよ。あ、そう、食べてみた。さすが、これいいの、うん、もらっちゃうよ。うん、うん、うん、ね、カッコつけて粒貝頼んじゃったっす。卵って言いたかったんだけど。あ、小籠包、電源に載せなかったんだ。割らないと熱々なんでしょ、本当は。何も熱くない。サラダバーが一番惹かれたわ、綺麗で。それ見て一つも欲しいのないな。ここでスタスタ歩いてって駅員さんのとこまで行ったんだよ。ああ、まだ道がある。見るかい？いや、明日持ってっかい？いや、ダメだ。ロードランナーじゃなくて、なんだっけ、映画でこういうやつ、なんだろう、なんとかランナーって見なかった、昔ちょっとアナログな感じの映画。すごい、あれは綺麗だ。窓洗う？いやいや大丈夫。
もうちょっと正確に言うと、同じ金額を同じ人が取るのがどっちが簡単かって言ったら、日本の方が簡単なんじゃないかっていう。納豆と豆腐は半分こだよ。本当だ。シシトウは？シシトウも半分こ。あ、そう。いや、いないはず。ドア閉めて。大学にして雇用するという。鶏肉？そう、人は食べない。まあ、人がすべて出して考えシジミだ、珍しいね。そうなの。いただきます。大学院生は学生だみたいな。出したやっと今変わりつつあるわけですけど、大学院生はもうすでに大学院生だ。